ビデオカメラのデータ復旧を行いました。福井県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキヤノンアイビス HF-M41、 ビデオカメラで撮影したデータを誤ってすべて消してしまったという状況です。データ復旧処理を行い、2時間58分の動画データの復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。